皆さんごきげんよう、チョコイコチャンネルです。本日お邪魔するのは、はい、岡山市北区柳町にございます、うん、炭火料理ひで様です。2023年11月22日にオープンされたばかりのまだまだ新しいお店です。本日はランチタイムにお邪魔したのですが、うん、今日のお目当ては一度食べたらやみつき確定の炭火焼きハンバーグ。知り合いのねインスタグラマーさんなんてすでに4回も訪問しておりましたよ。早速入店です。扉を開けるとなんとシックな作りでカウンターのみのお店となっております。カウンターの上には炭焼きをするための焼き場が設置されておりまして、うん、こういうスタイルは初めてでしたね。こちらがオーナーシェフの織枝さんです。めちゃくちゃ男前ですよ。料理している姿がかっこいいのよ。いい。それではメニューの方を見てまいりましょう、はい、まずハンバーグランチですね。こちら合いびきハンバーグ、国産牛ハンバーグ両方ついたお得なセットとなっております。はい、他にも木玉サルランチ、牛骨スープランチ、赤の他人丼ランチなんかもありますね。うん、見て見てみんな、こちらね7月から夏季限定で冷や汁ランチ出てました。いいね。これね宮崎県の郷土料理になるそうですよ。ハンバーグもセットでついてくるんだね。もちろんドリンクメニューも各種取り揃えております。美味しいハンバーグと一緒にお酒いただいてくださいね。ちなみに夜はアラカルトメニューで牛串頼もいただけるそうです。詳しくは概要欄よりヒデさんのインスタグラムをチェックしてね。メニュー注文後に目の前で炭を投入、ワクワクが止まりません。お待たせしました。なんということでしょう、この肉肉しいハンバーグ。炭焼きなのでね、じっくりと焼き上げられ、また自分好みの焼き加減に調整できますよ。私が注文したのはハンバーグランチ。味噌汁、前菜2種、温泉卵、釜飯がついてきます。特製のソース、食べるラー油、ネギ塩だれ、塩やわさびなど薬味が充実しているのも嬉しいポイント。そしてご覧ください、この艶やかな釜ご飯、米粒総立ちでございますよ。まずいただくのは合いびきハンバーグ。小ぶりに見えるかもしれませんが、肉量は 80g あります。合いびきは牛と豚で引き方を変えており、割合もこだわっているそうですよ。もう脂が炭に落ちてね、いい香りの煙が漂っております。食欲そそるわ。シンプルに塩とわさびの方でいただきたいと思いますよ。いいね。うわー贅沢、いただきます。口に入れた瞬間ね、炭で焼いているので、うん、燻製感が鼻に抜けて、うん、その後ジューシーなお肉の旨味が口いっぱいに広がります。続きまして、間違いなく合うであろうガーリックチップを添えていただきますよ。最高。はい、優勝でございます。おめでとうございます。ここですかさずご飯をいきましょう。ヒデさんはお米のこだわりもすごい。絹娘という品種のお米で、なんと無農薬米なんです。続きましては国産牛 100% のハンバーグ。レアでもユッケ感覚で食べられちゃうお肉となっておりますよ。反則だわ。こちらを中はレアで仕上げるくらいで焼き上げ、塩とわさびでいかせていただきます。先ほどの合いびきハンバーグとは打って変わり、口の中でほどけるハンバーグは肉の甘みを贅沢に堪能でき、もう言葉が出ないくらい美味しくて笑っちゃいます。セットについている温泉卵をご飯にのせ、さらにハンバーグをのせれば、なんとも贅沢な丼の完成です。美味しそう。ほら、もう見るだけで美味しいのはご理解いただけたかと思います。リピートしたくなるのもうなずける、さまざまな楽しみ方のできるエンターテイメントなランチセットでした。さあ、私の前に運ばれてきたのは冷や汁ランチです。正直ね、インスタグラムを見て冷や汁ランチを食べると決めてきました。いやー、もう見てるだけでもう絶対美味しいの伝わるじゃん。爽やかな気持ちになりますね。ね、豆腐、みょうが、大葉、きゅうりがたっぷり乗って、またその上からね、ごまがかかってるの。最高じゃん。冷や汁ランチにも合いびきハンバーグついてますので二度おいしいですよ。まん丸とした肉肉しいハンバーグは、噛めば噛むほど肉汁が口の中いっぱいに広がるので、癖になること間違いなしの一品です。 That's right. 釜飯で炊いたご飯の上に冷や汁をかけて食べる贅沢、皆さんやったことありますか？
夏にさっぱりサラサラと食べられる冷や汁はコクと深みのある冷たい汁物なので、そのまま飲んでもご飯にかけてもさっぱり食べることができますよ。セットについてある韓国海苔をかけて食べても美味しいですよ。今回初訪問だったので、ハンバーグの焼き加減が探り探りになってたから、次行くときはもっと上手に焼ける自信があります。皆さんは炭火ハンバーグ上手に焼けるかな？ごちそうさまでした。もうね、感動しました私、ね、久しぶりになんかこんなね肉肉しいなんかとろけるようなハンバーグをいただきました。まあまあ、だからね、こう何がいいって、自分好みの焼き加減でいただけるということで、あ、そうそう、でしかもね、あの炭で焼くので結構煙がバッて上がるんだけど、そのなんかこう燻製になったような、あ、そうそうそう、そう閉じ込められるのね、なんかお肉のうまみというか、そうなの、ね、そうなの、これはね、もうちょっと体験しないと分かんないと思うんでね、ぜひ皆さんね、自分好みの焼き加減で超美味しいハンバーグ食べてみてはいかがでしょうか。はい、私たちロコエコチャンネルは岡山のグルメ情報、スポット情報を配信しております。チャンネル登録を済みでない方はチャンネル登録よろしくお願いします。本日は以上、ロコエコチャンネルのヒロでした。ナオでした。バイバーイ。